駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、こういう本も書いてます。日本懐かし10円ゲーム大全です。でね、今回はというと当たりやすいゲームベスト5の5台全部クリアするまで帰れま10にチャレンジしたいと思います。まあ今までね、5台クリアする前に帰れま10みたいなねタイプのやつはやったことなかったんで、いくらぐらいかかるんですかね。まあその辺もね、楽しみにしていただければと思います。ではね、チャレンジスタートしましょう。いいのでござる。まずは当たりやすいゲーム第1位のバイクラリーですね。これは何回で当てることができるのか。これが一番当たりやすいはずなんですけどね。わあ、2回目ちょっと強いか。ああ、今の惜しかった。うわ、弱っ。このゲーム3回もかかる。うわ、4回目ちょっと強いんだな。5回目うわ、そろそろ当てないと。うわ、6回目あちゃ、やっと当たった、やっと当たりましたね。10点券ゲット。ね、バイクラリーは6回目で当てることができました。ではね、次のゲーム行きましょう。はい、では第2位のトリプルチャンス行ってみましょう。このゲームはね、1回10円で3回チャンスがありますんでね、まあチャンスの多い分早めにクリアしたいところなんですが、どうでしょう。2回目よし、やりました。2回目でトリプルチャンスクリア。あとはね、消化試合。ここまで一番惜しかったですね。ということでね、トリプルチャンスは2回目でね、クリアしました。ではね、第3位のゲームいってみましょう。それでは第3位のフットボールいってみましょう。この回もね、当たりが3箇所ありますんで、当たりやすいですよ。まずはね、第1ゴールで目指して乗っかるか、乗っかるか、乗っかりそうで乗っからない。粘る。おーっと、で、靴下型、靴下。わー、あとはね、実力。うわー、1回目は残念。2回目どうだ、乗っかるか。ああ、靴下だった。どうだ？お！ああ、3回目。あ、落ちちゃった。ああ。うわ、4回目。よし、乗ったけど、乗ったけど開くか。あ、1個遅かった。あーで、あー弾かれた。5回目。乗っからず、あ、靴下来るか、靴下。わー、タイミング合ってたのに。わー、もう6回目か、早いな。靴下どうだ、あーダメか。うわー、7回目、そろそろ当てたいな。乗っからないか、このじらしが。なんとも。あー、おー来た、よし、第1ゴール10点券ゲット。
ットボールは7回でクリアしました。いやね、これ消化試合ってことはね、あー残念。まあでもね、まあ7回でクリアできたんでいいってことにしましょう。ではね、第4位のゲームいきましょう。次は第4位のベースボールパチンコです。これもね、10円で参加されてますんでね、チャンスが広がりますよ。どれかしらに当たればね、どれかしらに入れば当たりなんで、あっけない、もうちょっとちゃんと狙って打った方がいいの。まあ狙っ、あ、おやった、はい、10点券ゲット。これもね、2回でクリア。まだあと弾2発残ってますね。うん、調子が上がってきた、うん、ということでね、ベースボールパチンコは2回でクリアってことでね、じゃあラストの第5位のゲームのところに行ってみましょう。第5位はこちらのゴルフですね。このゴルフもね、当たりが2箇所ありますんでね、当たりやすいですよ。まあ、この光がね、ラストなんで、なるべく早くクリアして、いい記録を作りたいですね。あー、そっち来ちゃったか。こっちに来ちゃうとね、もう、このチャンスが1個なくなっちゃうんでね、2回目。このゴルフは、この1打目と2打目はね、死にがないというね、よし、来た。ここで、よし、来た。こっからね、この当たりを狙います。どうだ、ここ通らずこっちに落ちちゃうということもあるんでね、このこれはゴルフの面白いところですよね。これで3回目か。よし、うわ、ここで死ぬか。4回目かな。4回か、結構いい記録出るかと思ったんだけど、あー、こっちか。うわ、5回目。あ、どこ行っちゃうか。6回目。ちょっとラストになって苦戦してきたな。やっぱりこう第5位だけあって多少手応えがありますね。うわー、そこ行くか。70円。70円か。よっしゃー、おー、しかも20点券やりました。ゴルフはね、7回でクリアってことでね、ラスト20点をねゲットすることができました。それでは最終結果の発表です。今回は当たりやすいゲームベスト5を全クリアするってことでやってきましたけど、全クリアするのにね240円かかっちゃいました。ちょっとね、思ってたよりお金かかっちゃいましたかね。200円切ればいいかなと思ったんだけど、やっぱね、最後のゴルフでちょっと手こずっちゃいましたかね。あの辺がうまくクリアできてれば200円台切れたかな。180円とか170円とかいけたかなって感じですかね。で、当たり券の方がトータル60点ですね。まあこれもね、結構楽しめた証かなと思ってます。やっぱね、今回やってみて意外と面白かったですね。というのはやっぱりね、これ全部クリアするのに、まあ、5台クリアするのにね、まあ、いくらぐらいかかるのかっていうのね、記録に残るんで、これね結構面白かったんで皆さんにもおすすめですね。そんなにねお金もかかんないと思うんで、皆さんもね、駄菓子屋ゲーム博物館来たら、今ね私がチャレンジした5台全部クリアするのにね、いくらかかったかチャレンジしてみてください。結構面白いと思うんでね、おすすめです。ではね、今回の動画は以上です。次の動画も見る方にチャンネル登録お願いします。それでは、バイなら、ラナイバ。駄菓子屋ゲーム博物館ニュース。駄菓子屋ゲーム博物館の正面にある清水稲荷神社を入って、左手には、なんと、樹齢500年の大イチョウの木があるぞ。樹齢500年といったら金さん銀さんの年齢を2人分足してもかなわないすごいイチョウの木だぞ。なんと板橋区の登録文化財の天然記念物の指定も受けてるぞ。そして反対側には東京オリンピックの招致の時に稲荷通り商店街が作ったくす玉が飾られているぞ。このくす玉はテレビにも何回か出た由緒正しいくす玉だぞ。近くで見ると
意外と大きいぞ。ニックネームはゆうこと弥生だ。みんなも駄菓子屋ゲーム博物館に来た時は見物していってくれよな。